皆さんこんにちは、もしくはこんばんは、マーブルです。この動画はオープニングトークはありません。アニメをご自身でご用意していただき、同時再生の上ご視聴ください。それではカウントダウンの後始まります。スタートです。やっぱり死でたよね。どういうこと？死でたよね。泣く赤ちゃんみたい。ヒルコね、うん。わあ、やっぱりな。やっぱりこいつが。覚醒？ドロドロ溶けてない？なんか。なんなの、望みって。卵って何？ああ、読んだんだ。奴の目的を。いや、切り捨てる気でしょう。あ、なんか今回オープニングなさそうですね。利用しただけでしょう。故郷ね。どこどこどこ？あっちってどういう世界なんだそっち。うわぁ。そっちでってきつくないっすか？ああ。あとちょっとまで結構ね、追い詰めたと思ったのにね。足やられた？あ、そっかそっか。結構来てたもんね、もうね、足。なんか吸い寄せられてない？ちょっとソウ君を、それが常世か？開いた先が。そうだよね。そうだね。二人で行くの？
ゆうのすけくんも真っ赤になっちゃって。あ、でもなんか髪の毛が命綱みたいになってない？後ろの。切れちゃう？その毛も。どこどこどこ？次元を超えるの？タイムスリップするんじゃないだろうね。かなり昔に。どこー？これ何？なんか川が。川？いない？どっか行った？何する気なんだろう、しで。目的がよくわかんないんだよな。未だに。23は常世。なんかすごい空間だな。うん、確かによどんでるね。なんかいろんなものがよどんでる。いや。戻れるのかい？でも なんか髪の毛つないでおくとかなんかした方が良かったんじゃないの？感じるんだ。ああ、そっかそっか。ええー、あ、大丈夫、足。足に来てる、足に。あ、そっか、負荷かかったんだね。無理より、ちょっと動かしてもらう？通覚のボリューム。ええー！そう、彼がいるからね、生きていられるような感じだよね、今ね。なんか黒い太陽みたいなのが昇ってるよね。ってことやっぱ別次元の世界？ああ。そういう問題か。確かにね。何？今何？虫？わかるわかる。なんとなく稽古使っちゃうよな。いるよ、そういう人。どっちもわかるな、気持ち。かわいいな。
龍之介かわいすぎんか？かわいいな。なんだこれ、この子。ちょっとなでくり回したくなる。頭を。ごめんなさい、変態じゃないです。いやー、かわいすぎんか？歌？ハイネか？マリだね。ハイネが使ってたボール？ボールっていうか、マリ？やってたね。逆なんじゃない？引きずり込まれた人たちみんなこっちにいるとか。影になった人とか。ここに帰りたかったんだよね。みんなでね。苦しんでる？目が痛い？頭？ハイネが、卵ってそれか。お前がやるんだぞって？だよね。いや、なんか切ないなんな。好きだとかなんとか言った後に。ああ、こっちのね。恥ずかしがり屋なんだね。そうだよね。子供だったんだもんね。
上。なるほどね。そっか。制圧というか、支配できる。ああ、言ってたね。なんでなんだろうね。そこに、そうしようと思ったきっかけというかね。そこに至るまでのなんか、サイレンが。え、なになになに？戦時中の？しではどうしてそういうふうな結論に至ったのかを知りたいよね。これは、やだな。え、なんか繰り返してる感じかな。昔の出来事を。現実を操れるってこと？結局なんで生きてんだろうね、シデって。そうだね。結局戻るつもりではあるんだ。記憶を使ってんのか。でもさ、昼子手にかけちゃったらさ、しでの鎧なくなっちゃって戻れなくなったりしない？やまびこね。あれ？
ええ子やな。ハイネとつながってるからできるんだ。なんかジャックするみたいなね。油断すんなよ。牛を分裂したりとかできないの？分身作るとか。中身がない。なんかこの詩でよくわからんのよね。奥の手か。あー、目が。おお。アップな。それがあれか？ミオがって言ってたやつかな？ミオちゃんがって。お、ヒルコに。触れたよね。なるほどね。そっか。気失っちゃった？エンディング貼りました。いや、なんか。すいません。ちょっと多分後で編集でくっつけるとは思うんですけど、23分7で一旦また止めてしまってというかね。そう、ディズニープラスなんか、エンディングの途中で、ふわーって、なんか小さい画面になっちゃって、戻そうとして押した時になんかあれね、多分その一時停止とかを刺さっちゃうみたいな感じになっちゃって、止まっちゃいましたね。すいません。ちょっと数秒止まっちゃったので後で編集でくっつけます。いや、最近そういうの起きてなかったから安心してたんだけど。危ない。ちょっと油断してましたね。なんか、わかんなくなってきたぞ。現世でさ、勝負仕掛けたときに、シデの中身も倒したりとかね、手にかけたりとかしてたのって、あれも偽物っていうか、もう一人いたってこと？ここちょっとよくわかってなくて、私。エンディング終わりました。次回は？サマータイムリーレンダリングかな？ D がついたんだね はい。サマータイムレンダの23話見終わりました。ということは、
次回これ最終回かな。24話で終わりかな。ついに終わるのか。なんかこの終わるのかって、うん、なんて言うんだろう、とうとうかっていう気持ちとさ、ちょっとなんか分かんなくてモヤモヤしてるところがあるんだよね。え、なんかシデのそのよ、どうなってたのかがよく分かんないんだけど、どういうこと、私だけかな、理解してないの。なんかちゃんと分かってなかったよ。なんか前倒したと思ったら倒してなくてみたいな感じでしたよね、シデをね。あれ中身もねえやったのにみたいな感じだったのに、コピーも、え、コピーを作ってたってこと？でも中身も手にかけてたよね。え、それがよくわかんない。どういうこと？今回のはね、まあ、なんかよくわかんないけど、その、あっちの世界に行ってたのは、なんか複製してた影だけだったみたいなね。遠隔操作してるって言ってたよね。ってこと、生身の人間のシデが、現世にいるのって3人いたってこと？もう一人いたってことかな。それがちょっとよくわかんないんですが、あれ、なんかそこはっきり、なんかすっきりしないの嫌だな、次回最終回なのに。次回でわかるかな、そこら辺も。ちょっと難しいところがね、やっぱ増えてきたというかね。私の頭がただ追いついてないだけなんですけど。結構ね、その今常世にいる指令というかね、まあ、あれを倒せば現世に戻れるっていう話ですよね。あの指令というかハイネを倒したらって言ったっけ、なんかそんなようなことをね、いい方のハイネがね言ってましたよね。で現世に戻って遠隔操作をしているであろう指令を倒せばいいみたいな感じでしたよね。ここで戦っても意味がないみたいな感じでしたよね。まあ、つまりまんまと罠にはまっていたというか、シデの思惑通りに飛び込んじゃったって感じなんですかね。ということはさ、あっちの世界にいるね、あの現世にいるソウ君とか大丈夫って思ったんだけど、影見代がしのいでくれてるかな。それとも遠隔操作してるシデはなんかどっかに隠れてんのかな。ちょっとみんなが心配ですね。戦えるのって今影見代ぐらいしかいないんじゃないかなって思うので。あとは銀次郎さんとかね、時子ちゃんとかが無事だったらいいんですけどね。先に行ってみたいな感じでね、みんなちょっと離脱しちゃってましたけど、彼らがまた戻ってくるのか。いやー、最後はね、みんな無事でいてほしいですよね。あとなんか常世の表現がね、面白いですね。なんかあの世でもなく、なんか裏世界というわけでもなく、まあ、でも別次元というか、なんだろうね、表裏一体の世界なのかな。ハイネの力を使って作り出した世界なのかな。多分通説で言われてる常世とは違うんでしょうね、きっとね。多分どうなんだろう、その常世のさらに上位の世界みたいなのにたどり着きたいというか、行きたいんでしょ、シデは多分。でそこから現世を操りたいみたいな。あ、でも現世にいないと使えないって言ってたか。んー、なんか難しくなってきたな。なんかさ、別次元とかさ、なんか多次元とかね、上位世界とか出てくるとさ、余計頭こんがらがってきますよね。これちゃんと整理しなきゃなみたいな感じになっちゃいますね。今回も前回のも見返しては見たんですけど、いや、なんかそこが分かんなかったからな、そのシデの部分ね。なんかその牛尾がちょっとやっぱり手加減しちゃってハイネを倒しきれなかったからなのかな。シデがちょっと隙を、その隙を持ってなんか何かしたのか。どうなんだろう。なんか最終回見る前にね、ちょっとね、すっきりさせておきたいところではありますけどね。まあでも満を持して最終回かな。次回ね。
みんな無事でありますようにっていうのとね、無事ハイネを楽にしてあげてシデを倒せるといいですよね。ということで、サマータイム連打23話、ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それではマーブルでした。